吉田さん、お疲れ様です。積み木崩しですか。懐かしいですね。まあでもね、やっぱり例えというかね、タイトルの付け方うまいですね。積み木崩しっていうので、なんだろうと思ったら、確かに会社に勤めてるってことは、一つ一つコツコツと何か積み木のようなものを積んでるようであって、それはですね、その組織の中でしか通用しない常識を積み上げてるんですよね。まあ、ですんで、その会社というね、社会が壊れてこの世の中に出た時っていうのは通用しないことが多いですよね。確かにね、トヨタで営業マンを何十年やってたとかね、なんかエンジニアを何十年やってても、その組織の中の一部でしかないっていうのには、ちょっとこう恐ろしさを感じた方がいいのかなと思うんですよ。私もサラリーマン1回だけやったんですけども、そのサラリーマンのね、やってる中で、スーパーの従業員だったんですけど、やってる中で得た、パートさんとか社員からの信用とか会社からのお墨付きとかっていうのは、会社を離れると何の役にも立たないですよね。で、一気にね、10段階ぐらい力が落ちたような気がしましたのと、あと会社の看板っていうのは、自分が入社する前から信用というものを積み上げて作ってくださったものなんで、その会社の信用で営業が取りやすかったとか、取引先との付き合いがうまくいったっていうのもあるんで、自分の力じゃなかったわけなんですよね。まあそれはね、本当に実感しました。でも今与えられた現場で、本当に、ね、どこでも通用するようなことを意識しながらやっていったなら、それは組織を離れても、例えば5ぐらいの力を貯めてね、組織を離れたとしても、その6から積み上げていくことができるのかなと思うんですよね。やっぱそういうふうな人生を送っていかないといけないんだなと思いましたね。まあ、ですからね、いやいや働いてる会社でも手に職をつけるってことはできると思うんですよ。例えばトヨタのエンジニアさんだったら、工具のこととか知識がありますしね、使い方も上手なんで、じゃあトヨタで働いてたその経験をもとにね、もう特別な車両の個人メンテナンス会社としてやっていくとかね。例えば私のアメ車なんていうのは、その辺のディーラーじゃやってくれないわけですよ。それこそね、NG なんですよ、最初から。持って行った瞬間にダメですとかね、終わりますからね。どんな大手でも受け付けてくれませんけども、じゃあ、例えば大手で働いていた、そのエンジニアさんっていうのは、なんか特別な車両は手出すなよと責任問題になるしっていうので、組織のしがらみがあるけども、でもね、やっぱエンジンパーツとか車に関してはトヨタで働こうが町工場でやろうが一緒なんですよね。まあ、ですので、そういう方が独立起業して私の車のメンテナンスを専属でやっていただいてるっていう形なんですよ、実は今。で、私のビジネスの提案っていうのはまさにね、私にとってもウィンだし、その方にとってもウィンなんですけども、私のトランザムはね、ディーラーとか工場に持っていくことはないんですよ。で、私の専属のエンジニアさんがいらっしゃって、その方が来てくれるんですよね。ですんで、すごい安心なのと、その方は私からどんどんリピート取れますんでね、私がトランザムに乗ってる限りはずっとその仕事があるのと、私は個人でメンテナンスしてもらってますから、他のね、アメ車乗りに会った時にこの話をして広げていくってことにもなると思うんでね、まさにその方にとってもウィンなんで、これが本当のウィンウィンかと思うんですよね。さあ、それでね、今日はね、ちょっとね、ここから話題を変えまして、なんかね、その世の中に対する視点の捉え方ってっていうテーマで一つの事例をお伝えします。これはね、 NHK なんですよ。NHK の受信料ってありますよね。 NHK がバーッと放送してます。そうするとテレビを買っただけで、NHK との契約をしたとみなされて請求が来るって形ですよね。 NHK を見てる見てないとかっていうのも議論もありますけども、基本的には NHK のテレビを持ってる人ってのは NHK の受信料を払わざるを得ないということになります。まあ、そうなると今度ね、テレビを持ってない人とか出てくるわけですよね、最近は。そうするとスマホから NHK の受信料を課金するとかっていうのも起きてきたり、近い将来ですね、もうその NHK に契約してる契約してない関係なく、全世帯から受信料を回収するらしいんですよ。むちゃくちゃですね。まあ、ですんで、それに反対してスクランブル化って言って、 NHK を見てるよって人は商品を届けると、商品を届けた人からはお金をいただくね、商品っていうのは NHK の放送ですけどね、この放送コンテンツを届けた人とか、それを楽しんでらっしゃる方からお金いただくっていうのは真っ当な形になると。で、見てない方とか NHK の存在なんてもう自分の人生には関係ないよっていうふうな、サービスを受け取ってない方、商品を受け取ってない方からはお金をいただかないっていう、至極真っ当なね、制度になるかもしれないと。それを進めてるのが NHK から国民を守る党ではあるんですけどね。じゃあね、ここでどんなことに気づかなければならないかってことなんですけども、 NHK のテレビ放送っていうのは分かりましたと。じゃあ NHK のラジオ放送は受信料回収してるんですかってことなんですよ。じゃあ何なんですかね、 NHK のラジオ放送ってのは。
あれただなんですか？ただで放送流してコンテンツ作るのはどっからお金出てるんですかってことなんですよ。これちょっと妙だと思いません？ NHK のラジオを聞いてる人からお金取らずに、もしかしてその財源っていうのは NHK のね、ラジオは聞いてないけどもテレビを見てる人からは徴収している、もしくはテレビすら見てない、ラジオも聞いてない人からもお金くださいって言ってるわけなんですよ。だからこういうところに気づいていくっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思いますよね、うん、ということで今回の放送はいってらっしゃい。